国際オリンピック委員会 IOC は10日、オンライン形式の理事会を開き、新型コロナウイルス感染拡大の影響で来夏に1年延期となった東京五輪の対応策を協議した。大会組織委と合同で設けた作業部会から進捗状況の報告を受けた。理事会後に都内で記者会見を開いた大会組織委の森喜朗会長、武藤敏夫事務総長は IOC との共同声明として延期になった東京五輪の新たな定義として簡素・シンプルな大会にすると発表した。組織委は3000億円超という規模の追加コストの削減や大会の簡素化に向け開閉式の規模縮小をはじめとして200を超える項目について見直し、この日までに IOC にも報告した。競技会場や輸送などあらゆる分野で合理化を図る構えで、開催計画の軸となる会場と競技日程は今夏までに固める方針で、各競技連盟にも示したようだ。原則として競技と選手については基本を維持しつつ、必要かつ可能な場合に新たな状況にも即した対応を行う、すべての大会関係者とパートナーと一体となって、下記の点を含む目、過敏なものとはせず、簡素・シンプルな大会を実現するとした。一選手、観客、ボランティア、大会スタッフにとって安全・安心な環境を提供することを最優先課題とする。2延期に伴う費用を最小化し、都民・国民から理解と共感を得られるものにする。3安全かつ持続可能な大会とするため、大会を簡素・シンプルなものとするという3原則。競技と選手についても基本を維持しつつ、必要かつ可能な場合に新たな状況にも即した対応を行うとし、今後に含みを持たせた。また、大会関係者の参加者の削減を受け、すべての分野の効率化、コスト削減、会場、関係者ごとのサービスレベルの見直し、大会関連イベントの再検討といった具体的な項目を掲げた。今後は組織委が各項目の具体策を検討し、国際競技連盟などとの協議を経て、9月に IOC 調整委員会が最終引き下げことを取りまとめる。ただ、IOC は5月の全会理事会で延期に伴う追加費用のうち、大会運営費として6億5000万ドル、約700億円の負担を決めたが、内訳など詳細は明らかにしていない。